お越しいただきありがとうございます。ただいまより第3回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へ奉納祭事を始めさせていただきます。ではただいまより、四天王寺の執事でおられる吉田明瞭様に、奉納の方よろしくお願いいたします。
大変素晴らしいご報告ありがとうございました。改めまして、私は司会進行役の田中文樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの度の主催は和プロジェクト大使でございます。私どもはプロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の大使から名付けられました。本プロジェクトは日本の平和思想和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っている任意団体です。そしてこの度はその一環として17条憲法が制定されたといわれる本日4月3日に宗派を問わず全国の寺院で和をもってたっ年となす奉納祈号を同日開催する運びとなりました。それでは本プロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶させていただきます。宮本代表よろしくお願いします。和プロジェクト大使の宮本でございます。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。本日は全国23カ所でこのように日本の平和思想、和の精神、そして特に今年はご承知の通り新型コロナウイルスが世界中に広がっておりますので、その収束を願って各寺院で諸会による祈号が行われております。全国では代表挨拶が各司会者並びに、担当の方が代読してくださっているわけですけれども、こちらでもこの後私が読み上げたいと思っておるんですけれども、その前に一言、こちら四天王寺で開催するにあたって私の思いを伝えたいと思います。私が和プロジェクト大使という名前で活動を始めたのが2014年です。すなわち今から6年前です。和というのは平和の和、和をもってたっとしとなすの和、プロジェクトはそのままプロジェクトでございますが、大使はローマ字で表記しております。なぜかと申し上げますと、そこに3つの大使の意味を込めたからです。まず聖徳太子の大使、そして大きな志の大使、そして和と愛を国内そして世界に発信したいというアンバサダーという意味合いの大使、その3つの意味を込めて大使、和プロジェクト大使と名付けました。6年前に立ち上げた時、いつかこちら四天王寺でその思いを世界に発信したいと願っておりましたので、本日このように開催することができましたこと、心から感謝申し上げます。その上で改めて本日全国に向けて発信されておりますメッセージを今から申し上げたいと思います。毎年全国規模で開催しています 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へは本日で3回目となります。過去2回私たちは日本の平和思想和の精神を国内外へ発信するため諸会による平和祈号を開催してまいりました。しかし今年は状況が全く異なります。連日の新型コロナウイルスの報道により新型肺炎にかかる不安は募り、経済にも深刻な影響が出ています。また人種や国、感染者に対する差別も国内外で起こっています。さらに外出自粛による虐待や DV が増加する恐れも出始めています。不安や争い、批判や対立、混乱は高まり、今世界中が被災化しボディーブローのように
じわりじわりとそれは深刻化しています。東日本大震災から丸9年、あの時は絆という言葉が私たちの心を結びました。今私たちに必要なことは、あの震災の時のような互いに対する思いやりと落ち着きです。分断や対立ではなく和の精神です。これ以上人種や国、感染者に対する差別、争いや分断、人々の心の荒廃が広がらないよう、そして私たちその代わりに思いやりと和の精神が広がりますよう、本日皆様と共にお祈りいただきますこと、心より感謝申し上げます。令和2年4月3日和プロジェクト大使代表宮本達彦。続きまして、今日は特別に来賓挨拶をお願いしている方がいらっしゃいます。昨年私はこの和プロジェクト大使の活動の一環として、フランスはパリ、そのパリのユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教のそれぞれの施設で日本の平和思想、和の精神を書家たちが揮毫してまいりました。ただし、ただ日本の和の精神をあちらで書いただけではある意味で押し付けがましくなってしまいますので、それぞれの宗教の教えも日本の書家が揮毫してまいりました。ユダヤ教とキリスト教は元はバイブルから来ておりますので、適当なそれにふさわしい言葉、インターネットで探せばいくらでも出てまいります。ところがイスラム教はコーランはアラビア語なんですね。で、基本的にアラビア語以外には訳されてないんです。実際にはインターネット上には英語とかいろんな言葉に訳されているんですけども、残念ながら日本ではイスラム教徒の方が非常に少ないですから、日本語に訳されておりません。困り果てて最終的に私は日本国内のイスラム教のモスクの門を叩いて、どうにか日本の平和思想、和の精神とともに世界の人々がなるほどなと共感されるようなイスラムの教えを教えていただけないかと。そしてその結果、愛知県津島市にございます日本アハマディアムスリム教会を訪ねて、そこでそれにふさわしい言葉を教えていただき、無事に昨年のパリは成功いたしました。それがきっかけで今年の2月23日新しい天皇誕生日、今度は国内でユダヤ、イスラム、キリストの三大宗教のそれぞれの場所で世界の平和を願おうと、でその時にご縁をいただいた日本アハマディアムスリム教会アニスさんにお願いをしてですね、無事それを開催することができました。そこでぜひともそのアリスさんにこちらの四天王寺でこのような会を催すことができますので、ぜひお越しいただけませんかとお願いをした次第です。それではアリス様をご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日はこのような素晴らしい催しにお招きいただき、ワープロジェクトの皆様誠にありがとうございました。2月23日に愛知県津島市のモスクであった式典では、大変美しい記号をありがとうございました。今も世界平和と書かれた書写はモスクに飾っております。そしてワープロジェクトが行っている世界平和への尽力が一刻も早く報われるように祈りを捧げています。2月23日の式典では新型コロナウイルスの現状報告と近
聖化のためにみんな一つになってお祈りを行いました。現在、世界中で感染者の数は100万人以上になり、亡くなられた方々はおよそ5万人になりました。新型コロナウイルスで亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、現在もこの病で苦しんでおられる方々が一刻も早く完治させますようお祈りを申し上げます。ここは聖徳太子ゆかりの地ということもあり、一覧イスラームと聖徳太子とでは何も接点がないと思われているかもしれませんが、実は明確と言っていいほど深い関係があります。イスラームの聖典聖コーランの教えによりますと、アラビア語です、ワレクレカウミンハー、つまり全ての民に導くものはという意味です。世界に存在する一つ一つの民に神様は預言者と呼ばれる存在や、誰かを通じて人に精神、道徳的な成長をもたらしましたと聖コーランは説いています。この観点から見ますと、日本には昔から神道がありましたが、統合的におそらく聖徳太子は17条憲法を用いて日本に道徳的な教えをもたらした最初の人物といっても過言ではありません。十七条憲法の第一条にある和らぎをもって尊しとなしさが不事なきを旨となす、つまり身分は違っていても調和があればどんなことでも成し遂げることができるというのは、宗教、人権関係なくみんなが平和にお互い協力しながら共存すると説くイスラームの教えです。以上をもちまして挨拶の言葉とさせていただきます。ありがとうございます。宮本代表、誠にありがとうございました。それではただいまより、記号の方に移らせていただきたいと思います。では奉納記号をいたします前田龍雲先生をご紹介させていただきます。こちらの前田龍雲先生は毎日書道会審査会、柏原神宮書き初め大会会長、公益財団法人書道芸術院参事、現役者理事長で龍雲書道教室を主催されております。それでは、ただいま前田先生の本を開始いたしますが、人前で書家が書きます。席上記号は今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、禅と同じで日本独特の精神文化の一つといえます。書家が大きな紙に心に込めた文言や願いの言葉をご覧いただいております皆様方と、一緒に祈りながら書き上げます。それではこの度開催趣旨であります新型コロナウイルスの収束と人々の心の平安をともにお祈りください。どうぞ、書道家が書かれるところをお近くで見ていただいて、ぜひそこに心を一緒に合わせていただければと思います。では、どうぞよろしくお願いいたします。
前田先生、お心を込めてのご希望、誠にありがとうございました。それでは、前田先生より、先ほど書き上げられた書についてお話しいただきたいと思います。ちょっと簡単でございます。結構ですので、どういったお気持ちで書かれたこととか、どういう字が書いてあるのとか、ご説明いただければと思います。よろしくお願いします。一つはですね、代表の宮本様がおっしゃいましたように、この四天王寺で書かせていただくということで、和をもって尊しておりますというものを一作目に書かせていただきました。それから二作目はですね、疫病収束と、昨今のコロナウイルスのことがありましたですね、それを早く収束していただきたい、収束してもらいたいという願いを込めてですね、二点を書かせていただきました。ですね、ほとんどの書家の方が今日書いておられるのは濃い墨、濃墨といいますが真っ黒の墨で書かれておるのではないのかなと思いますが、墨というのは薄めると茶色っぽい色であったりとか青っぽい色であったりとかいろんな色を発します。薄めていくとですね、それがまあよくわかるわけですけども、そういう墨の特性といいますか、今まで、戦前まではそういうことはされてなかったんですけども、戦後日本の書と特に芸術としての書というものを作ろうといったときに、そういう淡墨の作品で表現しようではないかというのも始まりました。それに倣ってですね、この四天王寺さんも新たに日本の地に来て新しいスタート、仏教としての新しいスタートが歩み出されたということがあろうかと思いますが、その書道界でもこの墨に関して言うと、新しいスタート戦後ですね、歩み出してそれを世界に広めていこうと、芸術として高めていこうということがありまして、ちょっとおこがましいではありますが、書の墨に関して、そういう思いで書かせていただいたものがあります。で、やはりですね、その我々が何をできるか、芸術をもって何ができるか、どういうことが皆さんに問えるかということを考えた場合に、文字、言葉を気迫を込めてであるとか、何かしら思いが伝わるような思いを込めて書かせていただくということが重要で、それを見ていただいて、作品を見ていただいて、で今まではその書く姿というのは見ていただいてなかったと思うんですけども、書く姿も全て含めて見ていただいて、何かを感じていただいて、それがゆくゆく代表が生まれている世界平和につながっていけばいいんではないかなという思いで、2点を書かせていただきました。以上です。前田先生、本当にありがとうございました。それでは最後にですね、四天王寺参詣課課長の、山岡武明様よりお言葉を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様でございます。ですね、パフォーマンスでこういうふうに書いていただきましてですね、和をもって尊しと、祝い木と書いていただいてはいるんですけども、聖徳太子という方はですね、僕はよく法話会とかがあると言ってることは、すごくその現実的な思想を持ってらっしゃって、さらに理想家では現実的な理想家であるというふうにもよく言ったりはするんですけども、理想だけではものは成り立たなくて、きちっと、理由も内容も分かった上で将来を見据えて根回しもしながら、コツコツと粛々と、いろんなことに取り組む、それこそが夢を叶えることである、そういうふうに聖徳太子から教えられたつもりで、毎日は生きているところでございます。今回のコロナウイルスのこともありますし、もっとみんなで団結をして、だからこそそのメッセージをみんなに届けたいんだという宮本代表の、志がすごく伝わったからこそ、いろんなところで、中止をしていっている行事の中で、今日こういう感じで開催することができたんだと思います。決して何でも積み重ねているから、今年もやろうぜという感覚の開催の仕方では本当になかった辛い道のりもあった上での、今回形になったことだと思います。四天王寺が今回参戦しまして、来年、再来年とどんどんと聖徳太子ゆかりのお寺も、仲間に入ってくることだと思います。
そういうところで浮かれている気分であったかもしれない、そういうふうにポロッと宮本代表も漏らしたこともありました。なので頭打ちを食らった状態にはなるんですけども、今すごく長い長い助走をさらに今回飛ぼうと思ったところ、もうちょっと長く走ろうと、そして今ぐーっとしゃがみ込んでるところなんです。だから今度はドーンと上にねジャンプできるぐらいっていうぐらいの信じて、理想高く、どんどんと、我々を引っ張っていってもらったらいいかと思いますので、僕らも協力をできる限りのことはしたいと考えます。僧侶にできること、宗教家にできること、そして、宮本さんたちで、言えること、いろいろとジャンルは違いますけど、それをみんなでまとめて、それこそ輪に、生身を持って頑張っていけたらと思いますので、今日本当にうまいこと開催無事にできたと思いますので、本当にありがとうございました。